マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。よく健康やダイエットのためにね、先生ってなるべく無添加のものを選ぶようにしていますっていうねコメントを多くいただいています。でもなかなか先生無添加の食材ってスーパーにないですよねってお悩みも聞くんですね。その気持ちですね、よくわかります。なぜかというと私ももういちいち原材料名チェックして買うんですが、やっぱりなかなかねそういったいい食材ってないんですよね。なので私のお買い物はもうものすごくね時間がかかるんです。なぜかというともう一回一回チェックするからなんですね。そこでこの動画ではダイエットにおすすめの無添加で健康に良い食材がわかるんですね。なのであなたがね無添加のものを選びたいなとお考えであればぜひ最後までご覧ください。今回のテーマはこちら、ダイエットにおすすめ無添加食品ということでトップ3ランキング形式でお伝えしていきます。では無添加食材をご紹介する前に、なぜ無添加食材がダイエットと健康に良いのかというポイントを2つお伝えしていきます。1つ目、無添加がダイエット効果をアップさせるから。2つ目、栄養が大切だからになります。1つ目の項目の無添加であることがダイエット効果を上げるっていうその理由がこちらですね。例えば調味料カッコアミノ酸などと書いてあるグルミタミン酸ナトリウム、まあ、これ別名化学調味料のことなんですよね。こういったものを摂ってしまうとあなたの腸や肝臓に負担かけてしまって、まあ、もちろん太る原因、まあ、代謝がね下がってしまいますから太っちゃったりとかですね、そして疾患、まあ、病気の原因にもなると言われています。あともう一つ、人工甘味料糖質ゼロノンシュガー、まあ、要は甘いのにカロリーがないですよっていうのが危険なんですね。そのようなものを食べ続けてしまうとあなたはますます甘いものが欲しくなる、味覚に変わってしまうのでもうやめられない止まらないっていうね悪循環になってしまうんですね。はい、ではポイント2つ目、栄養が大切ですよとお伝えしました。もうこれとってもねダイエットを成功させるためにはもう欠かせないポイントなんですね。なぜかというと食品添加物を摂ってしまうと先ほどお伝えした通り腸や肝臓にものすごくですね負担がかかります。もうね疲弊しちゃうんですよね。もう疲れたって、もうこんなもの入れられたらもう働けないってなるわけです。そうするとせっかく食べても消化吸収してもらえなくなりますから、あなたはいいものをね食べてるつもりでもどん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 ですね食べても食べても結局栄養が取れてない、栄養不足になってる可能性があるんですよね。そうすると痩せるホルモンを作る材料がないわけですから太るわけです。ですから食品添加物が入っているようなものを食べずにもうそのままですよね、なるべく無添加のものを食べることで腸や肝臓を元気な状態にキープすると食べたものがちゃんと消化吸収できるから結果痩せますよっていうそのいいサイクルに作ることができるんですね。つまり無添加であることで腸や肝臓に負担をかけないものを選べばいいわけです。ではここから私が選んだおすすめの無添加食材トップ3ということで、今回も私が大好きなカルディさんで選んできました。まずは第3位からお伝えしますね。こちらです。沖縄県産シークワーサーの果汁 100% 無添加の果汁でございます。でこちらは1瓶 360ml 入ってまして、ちなみにお値段がですね、シークワーサーはこちらが966円でした。でこれ私はですいつも朝レモン茶葉、まあ、朝とか夜に飲むんですけれども、レモン果汁の代わりにこのシークワーサーのねこのスウェットジュースで割って飲んだところ、これめちゃくちゃ美味しかったんですよ。やっぱちょっと風味がねレモンとも違いますし、ちょっとね濃ゆくて、もうねご覧の通りこうなんかパッと見ねオレンジジュースみたいな色してるんですけれど、まあ、出すとね違うんですが、まあ、この瓶から見るとねもうオレンジジュースっていう色してます。でこちらをだいたい今お好みで大さじ2分の1からも大さじ1ぐらいをコップ1杯お茶湯で割って飲んでいただきますと、もうめちゃくちゃ内臓が温まって、まあ、代謝も上がってですね痩せやすくなりますので、ぜひこの無添加の
まあ、レモン果汁の代わりにですね、無添加のこのシークワーサー、果汁 100% もおすすめなので購入してみました。ぜひね、お近くにカルディさんいましたら購入してみてくださいね。ではどんどんいきましょう。第2位はこちらです。はい、これね、パッケージが可愛いんですよ。国産のサバ、SABA サバってね、書いてあるんですよ。これそんな受けたんですけど、あの本当に藻塩をね使ってくださってて、でこちらは1缶 190g で、原材料名がもうサバ国産と食塩のみで、も完全無添加なんですね。でサバ缶はやはりあの腸内環境を整えるのに大切なあのオメガ系のねオイルも入ってますから、もうぜひこれをね上手に使っていただければなと思います。でこちら料金がですね、ちなみにサバの水煮缶は170円でした。こちらかなりね入ってますし、まあ、いろんなお料理にトッピングでも使えますし、私はもう本当朝ねお味噌汁にこうドーンって入れたりねするんですよ。一石二鳥みたいな、タンパク質も取れてお野菜も取れるっていうね、もう一度で済むっていう、こういう楽なものをね上手に使っていただきたいなって思います。では堂々の第1位はこちらです。じゃーん、これは何でしょうか。韓国海苔でございます。でこれはですね、8枚切り の12パックですね。板海苔が12枚分ということで、これもね、あの海苔には珍しく無添加なんですね。もう見てください、そのこういった味付け海苔って、原材料名に必ず先ほどお伝えしたね調味料カッコアミノ酸などってもうほとんどのものが書いてあるんですよ。だから買えないんですよね私の中で。これはですね、海苔とコーン油、ごま油、食塩、エゴマ油だけでできている、このエゴマオイルまで入っている、これエゴマオイルって痩せるオイルですよ皆さん。これはねもうほんとおすすめで、これがですねお値段が、こちら12パック入っているのに398円。これ結構コスパ良くないですか。これ普通韓国のに結構すると思うんですけど、これはねあのおすすめと思って、まあ、そういった意味でも、そして海藻ですからね、食物繊維がもうめちゃくちゃ豊富なので、まあ、普段キノコとか海藻とかなかなか取れないです先生という方多いんですよね。でもね大丈夫です、海苔です、もう海苔で巻いて食べちゃえって何でもいいんですよ。それでもう決まりはないっていうことでね、この韓国のりでしたらもうごまの油の風味も豊かで美味しいですし、まあ、いろんなお野菜に巻いたりチーズに巻いたり、 もちろんあの玄米ご飯でもいいと思うんですけども、上手に海藻をですね取っていただきたいと思って選びました。さあいかがだったでしょうか。ポイントは無添加であることで腸や肝臓に負担をかけずに代謝をキープしましょうということなんですよね。ですから今お伝えした無添加の安心安全の食材を選んでいただいて、今まで使っていたような添加物たっぷりのものからですねシフトで変えていくということをされるだけでも、あなたの腸や肝臓が元気になって結果代謝が上がって健康的に痩せることができるんですね。今回のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。